まあこのまま終わるとは思ってなかったけど、特攻か。もうちょっと何かあると思ったんだけどな。今だ！我々は目標の投石のタイミングを見て一斉に信玄弾を放ち、投石の命中率を少しでも下げる。我々がおとりになる間にリヴァイ兵士長が獣の巨人を討ち取る。以上が作戦だ。俺だけ立体機動で獣に接近しろと。周りは逆立ちだぞ。利用できるような木も家もねえ。ちょうどいい高さの立体物を並んで突っ立ってたら、巨人を伝って忍びよう。獣の巨人を奇襲しよう。ここに突っ立っていた。じきに飛んでくる岩を浴びるだけだ。すぐさま準備に取り掛かれ。死ぬんですか？そう。どうせ死ぬなら最後の戦い。死ぬということですか？そう。どうせ死ぬなら、どうやって死ぬと、胸に染めて死ぬと。意味なんかないですよね。まったくその通り。まったくもって無意味。どんなに夢や希望を持っても幸福な人生を送ることができたとして、岩で体を砕かれてくれる人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないのか。そもそも生まれてきたことに意味はなかったのか。死んだ仲間もそう。あの兵士たち無意味だったのか。いや違う。あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な死者を、哀れな死者を思うことができるのは聖者である我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。弓矢は駆ける、翼を背負い、その奇跡